はい、アザラシの336日目ですね。今週はよく頑張って働いた、勤務した。その分だけアザラシ農園がおざなりになって、勝手に畝が立てられて黒マルチが張られております。そしてここ通り道だったんですけど、土で埋め立てられてます。これ草生えたらどうするんでしょうね。まあ気にしない方向でいきましょう。まあ今まで通り作物はこんな感じですけどね。結構玉ねぎ大きくなってますね。っていう感じ。キブロッコリーはまあ花が出ては花を切られてって感じですね。うん、こんな感じ。まあここにね、何が植えられるかはもう分かりませんけど、まあ、春の作物苗を買ってきて植えることでしょう。まあ今週お疲れ様でした。練習はね、もう少しゆっくり働いていきたいなとは思うけど、結構やっぱり余裕がないね。うん、そんな感じです。私の応援336日目、もう少しで1年だね1年です。はい、だからといって何か変わったことをするつもりはないですけどね。私の応援